こんにちは、タコです。今回は、朝倉海や平本蓮、芦沢流星など、全方向に喧嘩を仕掛ける忍者レスラーこと、太田忍選手についてまとめました。ではどうぞ。太田忍選手は、1993年、青森県生まれ、小学校1年生からレスリングを始め、全国少年少女選手権大会で4連覇し、全国中学選手権でも連覇。高校で全国高校選手権も連覇し、国体2年連続優勝。日体大へ進学し、数々の大会で好成績を収め、持ち味である素早い身のこなしや変幻自在に技を繰り出すスタイルから忍者レスラーと呼ばれました。2016年リオオリンピックで金メダルを獲得し、2019年世界選手権で優勝。レスリングエリートの道を歩んできましたが、2020年にライジンで MMA 転向。初戦では所秀夫に腕十字で敗北し、人体断裂。2戦目では元 K1 王者久保優太に判定勝利。3戦目には元シュート環太平洋バンタム級王者曽根一馬を踏みつけによる TKO で撃破。4戦目で元谷由紀に判定負けを喫するも、続く5戦目倉本勝馬戦では右フックによる秒殺 KO 勝利。6戦目滝沢健太戦では1ラウンド TKO 勝利と、レスラーとしては高い KO 率で今勢いに乗っている選手ですが、平本蓮や芦沢流星、朝倉海やその他ライジンのバンタム級の多くの選手にトラッシュトークやレスバを展開し、アンチを沸かせています。一般の方が、今こそ太田忍 VS 渡辺シュートなのかなと、アベルよろしく、リングサイドとセコンドにお互いの彼女を配置してワイプ抜きとツイートすると、お二方先輩なので大変申し上げにくいので恐縮ですが、あらゆることに関して負けてる要素ないですよね、笑い、皆様冗談は勘弁してくださいよと、レスリングの先輩である渡辺修斗選手と青野光選手に噛みつきます。さらにツイッターで質問、誰と見たいですか、渡辺修斗アーセン笑い、平本蓮笑い、 MMA 転向初戦の工事に連続ジャーマンお願いします、殺してしまうからなしで、大塚貴文選手、誰このお方、ミスターポテトヘッドと、同期会で平本蓮のレスリングコーチを務め、日体大の先輩である大塚選手にも毒を吐きます。この太田選手のツイートの3日前に、平本蓮から、北京銀の実力見せろよこのポテトヘッドが、と言われたことのカウンターですね。しかし3年ほど前に喧嘩を先に仕掛けたのは大塚選手の方で、太田選手がミット打ちの動画を投稿すると、大塚選手は、太田忍選手のミット打ち動画を見てアップしない方がいいと思った格闘家は俺だけじゃないはずだ、見てるこっちが恥ずかしくなったと、暴言プレジデントと呼ばれる大塚選手の暴言が炸裂。では太田選手のミット打ち動画を見てみましょう。太田選手の名誉のために言うと、3年前の MMA デビュー前のミット打ちなので、今はもっとミットは上手くなっていると思います。一応最近の平本蓮のミット打ち動画も載せておきます。そして滝沢健太選手と試合が決まった際には、滝沢選手、ただ踏み台になってしまうだけの試合を受けていただきありがとうございます。秒殺してしまうと滝沢ファンがかわいそうなので、しっかりトレーニングしといてください、今回も右フックで KO しますと挑発すると、気をつけますと素っ気ない返事、ダメだセンスない終わってる、すると平本蓮が援護射撃、お前がセンスねえよ、シナとデートしていい、シナとは太田選手の彼女で、この世で最も可愛い女性の一人です。ちなみにシナは連々を推しているそうです。喧嘩をやめて、二人ともどうしたん、話聞こか。このツイートは過去の平本蓮のツイートのサンプリングで、案に太田忍を煽っているんでしょうか。タッキー、俺とチナの3人で飲みに行かん、チナー行こやー、あかーん、タレかきたい、タレかきたいとはセックスのリンゴだそうです。あら、蓮蓮試合は負けっぱなしでいいの、チナ口説けたら何でもいいよ、チナー、お前の貯金箱みたいな目と汚い歯どうにかしないと無理だよ、鏡見てから物言った方がいいよ、ショック、チナに DM して慰めてもらおう、チナにいい子いい子してもらおう、シナ見てたら前みたいに DM して、試合負けてんのにチヤホヤしてくれるお前の周りの女と違って軽くないよ、お前レベルが名前出していい人じゃないよ、負けたのにチヤホヤしてくれる女ほどいい女でしょ、そういう女は俺が好きだな、だからシナは俺が守りたい、シナはいい人だから、シナみたいなどんぐり星人に汚された過去を俺の愛で消してあげたい、たかがどんぐりなんかにシナは傷つけさせない、勝っても負けてもどんな時でも一緒にいてくれる俺の彼女はいい女だよ、いい女だよ、可愛いし性格も良さそうだし、交換日記しても毎日返してくれそうだし、たとえ彼氏の見た目が太田忍風でも優しくしてくれる、そんな人を俺も待ってた、ごめんな忍、シナは俺は諦められないと、何のやりとりを見せられてるんでしょうか、もっとやってほしいです。ちなみに太田忍と平本蓮は同じ大晦日大会で MMA デビューしています。そして太田選手は2023年ライジンで2連勝し、狙いを朝倉海に定めます。これも大批判承知で言うけど、ノーコンテストだったけど試合に勝ったクレベル選手はベルト剥奪プラスタイトルまで一戦挟むのに、怪我で欠場の朝倉海選手がそのままタイトルマッチなのは、復帰戦名古屋で折れてやろうよ、
すると一般の方が、太田さん、いきなりそこは無理。まずは井上直樹選手やろう。と言うと、僕は井上直樹選手の方が強いと思います。もうこれ以上は言えないけど、俺は試合終わってすぐマネージャーに朝倉海でオファーしてくれって伝えた。これ以上は何も言わない。すると一般の方が、元屋にしっかりと負けてて、その元屋を蹴落としてる朝倉海だよ。簡単にリベンジってできないって言ってたけど、飛び級の方が簡単なの？と苦言を呈すると、実際飛び級ってほどの実力差がないって分かってるから、朝倉海選手のファンが必死になってるんでしょ。ファンなら推し選手の実力信じてあげなよ。 MMA 始めたばっかりのひよっこファイター太田忍なんか相手にしなきゃいいのに、騒ぐと太田の思うツボなのに。と朝倉海ファンを煽り、朝倉海戦を熱望。太田選手の YouTube ライブでも、俺はあと2連勝したらタイトルマッチに挑めるはず。大晦日朝倉海は多分アーチレッタに勝てない。そしたら俺はアーチレッタに挑戦してチャンピオンになったら朝倉海とはやらないけど、チャンピオンになったらやってあげてもいいかな、とかなり上からの発言。さらにライブでは滝沢選手に対して、今までやった選手の中で一番弱かったし、あと何十回やっても負けないと呼吸下ろし、平本蓮に対しては頑張ってほしいとエールを送っていました。そして太田選手と練習仲間の鶴谷玲選手がロードトゥ UFC で勝利し、ネット記事になります。鶴谷玲、試合1ヶ月前に朝倉海と同じ内側側副靭帯を損傷していたと報じ、タイトルに関係のない朝倉海選手の名前を入れたことにリプランは大荒れ。さらに太田選手も、これが本物の強い格闘家ですと発言すると、太田選手にも朝倉海への当てつけに感じたファンから非難が殺到。え、今回のは誰も煽ってるつもりないんだけど。さらに芦沢流星にも毒づきます。芦沢選手が所属していたジムバトルボックスを辞めたことをツイッターで報告。動画内で辞めた理由と MMA デビュー戦は大晦日と宣言すると、一般の方が、芦沢大晦日に MMA デビュー戦。そして太田選手が反応、俺と倉本先輩の試合見て余裕で勝てそうって言ってたらしいから、大晦日本気の試合のアップ代わりにオープニングマッチで相手してやってもいいよと挑発します。というのは、以前ライジンランドマーク5の振り返り動画でアッシーは、倉本選手が勝つと思ってたけど太田選手強かったっすね。あれはラッキーパンチじゃなくてちゃんと打ててる。レスリングバックボーンは強いっすね。打撃なんて覚えれば誰でも打てる。太田選手はあっぱれ。太田選手とはやってみたい。打撃だったらボコボコにできる。寝技だったらあっちの方が強いけど。と、どちらかというと太田選手を褒めていましたが、喧嘩を売られたアッシーは、黙れちびっこ、ひょろひょろなまず3枚に下ろしてやるよ。喋んなきゃいいのにな。頭の中までちびっこ、怖いの。結局やれないんだな。アスラー流星生きってるけど所詮こんなもんだよ、ダセー。と、なぜかアッシーにまで絡んでいきます。すると一般の方が、1日2試合この2人とやろうと、平本芦沢の写真を添付。さすがにこれはイージーファイトすぎる。キョロナマズ平本はネタとして、結局誰かみたい。俺はマジで来年中にはライジンバンタム級のチャンピオンになる。と言うと一般の方が、平本には負けると思います。平本はテイクダウンディフェンス高まってるし、平本のパンチは一級品なので、どちらかといえば KO される確率の方が高い気がします。とリプが来ると、彼が引退したのにもかかわらず、まだ幻想から覚められない被害者がまだいる。かわいそうに。平本蓮幻想詐欺被害者の会作って、現実を見るセミナーでも開こうかな。かわいそうに。と、平本不在の今、ツイッターで大暴れする太田選手でした。格闘技ファンからは、煽るにしても花がなさすぎて注目されない、など批判もありつつも、最近好きになってきた、という意見も増え、賛否が巻き起こっています。今回の動画いかがでしたか？動画を作るときにその選手の過去のインタビュー記事とか動画をたくさん見て作るんですけど、大体その選手のこと好きになるんですよね。太田選手も好きになりました。あと、チナは大好きです。ではご視聴ありがとうございました。